今日は何時までかな？なんて言ってたっけ？ 15 分って言ってたね、確か。お願いします。テスト終わったばっかだからね、ちょっと眠いですけど成人までもうすぐだねって言うけど、オリンピックより後だからね。あ、15分、そうそう、15分です。14歳はどんな年にしたい？まあ元気にやっていきたいですね。俺なっつんと一緒に成人で、おお、え、じゃあ同い年？同い年か、ナナミンとハルルンの同い年。おう、yes。 テストどうだった？ああ、まだ返されてないよ。なっちゃんツインだ。そうだよ、今日私ツインだよ。ちょっとね、髪の毛ね、結んでて内巻きだったから、変な内巻きなんだけど、お気を、ちょっとごめんなさいね。早く大人になりたい？いや、そんななりたくないよ。なっつんの1個上、13で生徒会長してる。おお、生徒会長なんだ。私のね、学年にも生徒会の人はいるよ。あ、クラスにも生徒会の人いるかな。うん、いるよ。お昼何食べた？お昼は給食だった。生姜焼きみたいなの食べました。こんにちは、こんにちは。夏お久しぶりです、お久しぶりです。ああ、そうだね。私はな、わっしょいの会の会長だからね。皆さんは会員ですか？とか言って。今日も可愛いですね。いやいや、ありがとうございます。テストいつまで？ああ、今日終わったの。だから配信してんのよ。ショールーム久しぶりです。今日前髪調子いいね、ありがとう。あのね、伸びたからちょっとね、深めに巻いてんの。会員です、ありがとうございます。こんばんは。テストお疲れ様、ありがとう。テストお疲れ様。手応えは、あー、全然ダメですね。この時間ってのもいいですね。あ、本当にこの時間がいいんだったらこの時間にやるよ。テストお疲れ様、ありがとう。みんなありがとう。わっしょいの会会員です。会費無料です。そうですね、テストお疲れさん。3週間ぶりぐらいかな、ショールーム。そうか、そうね。あと6分でお肉食べに行かなきゃ。なんだそれ、いいな、お肉食べたい。一番手応えのある科目は、社会です。全然ダメでしたか？全然ダメでした。もうね、時差はもう適当に埋めちゃえばいいかなと思って、時差はもう適当です。あとは、もう、なんだっけ。安土ですね。戦国時代です。戦国時代と、あと、レオナルド・ダ・ウィンチみたいなとこです。テストって3日ぐらいで終わるの？そうだね、3日ぐらいじゃないかな。適当じゃあかん。本当に？でもなんかさ、感覚でわかるかなと思って適当に埋めちゃった。ただ歴史と地理なんですよ、まだ。晩ご飯何？まだ食べてない。いきなり笑われたのはどうしよう。涙袋、私も欲しいです。私の涙袋今日はありますか？ありますね。なっちゃんのおすすめのキングダム見てるよ。本当に？いいね。Very good job。 僕もお肉にしよう。いいな。みんなしてお肉食べるのはずるいよ。あ、今日お肉かな？ちょっと聞いてみます、後で。モナリザみたいな感じです。のところです。ブラジル人のミラクルビラ配り、そろそろ再開を。あー、どうし、なんかね、今みんなに会う機会がないからね、ちょっと今あれだった、あれなんだよね。
英語はどうだった？英語は、もう、ご想像にお任せします。ああ、こんなもんだなって思った。私的にはね、こんなもんかなって思いました。魚もいいぞ。いいよね、魚も。マグロのね、赤身が一番好きよ。間に合った。間に合った？まだ全然ギリギリです。ギリギリじゃないですよ。飲みかけのジュース、ありがとう。ここに飲みかけのジュースがあるんですよ。もうだいぶ前だからちょっと腐りかけですね。なつみさんの頭の外の雰囲気あるよね。なわけないじゃん。英語頑張ろうね。頑張ろう、英語。でも今思ったらさ、今回の歌詞のやつもさ、英語習ってたもん。だから、あれなんだけどね、腐りかけのジュースとかみんなで繰り返すな。やっぱナッツのショールーム面白いね。本当に言ってる？ありがとう。いや、なっちゃんは頭いいな、良すぎるな、なわけないじゃん。やばいね。もう前髪切りちょんぱしたんやけど。仕事帰りでチャリ乗りながら見てます。危ないですよ、前見てくださいね。日曜日楽しみすぎる。日曜日ってなんだっけ。アベマだ、アベマ。キリチョッパー、やばい。これキリチョッパーって言うんですよ、大石語で。楽しみにしてます。ありがとう。あれ、どういう抽選なのか全然わかんないんだけど、抽選当たったとか言うけどさ、いつあれ抽選するのか全然わかんないけど。キリチョッパと言います、これ。前髪。なっちゃん、こんばんは、こんばんは。初めて来たよ、ありがとう。へぇ。あ、これ、大石語ですから。キリチョッパ。当たらなかったんだ。そうなんだ。残念だね。最近のマイブーム？最近のマイブーム？最近何もやってないっすね。あ、いやいや、逆光？ここに電気があるんですよ。ごめんなさい。こんばんは、しょい。当たった。ありがとう。じゃあ、帰るね。一応ゆで卵もあれだよ、大石語ですよ。はい、今食べたいものは何ですか。今食べたいもの、関東の桜餅。あれ美味しいんだよね。愛用のリップです。ゆで卵、そう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 、合ってる合ってる。なつみちゃん、ザ自然って感じで、かっけかっけよ。ありがとう。ご無沙汰配信です。そう、関東の桜餅とさ、関西の桜餅って違うじゃん。私結構関西の桜餅なんですよ。で、関東の桜餅はあんまり食べたことがなくて、関東の桜餅がすごく美味しいんですよ。中にね、あんこが、ちゃんと見えるんですよ。それが好きなんです。だいぶ英語バージュました。関西の方が美味しいの？そうなんだ。でも関西も美味しいよ。関西はすごいいいの。中学校でおいおいしみたいなこと言われないの？言われるわ。日差しがすごい。あ、日差しじゃないの。ここにね、あれがあって、やや逆光なんですよ。あのね、夏休みになると、窓際にソファを置くことになるので、カーテン閉めてソファ配信になるときは、逆光なんないと思うから、ちゃんとあれなので頑張ります。
関西も美味しいよね、大阪住み。美味しいよ、美味しい。ほう、かき氷食べたい、私も食べたい。うん、逆光なんすよ。かっけえ。ありがとう。最近の前、ああ、早え。最近のマイブームはぎっしりチョコミントアイスを食べること。ええ、そうなんだ。アベガン、バババ、アベマ頑張ってね。ありがとう。髪伸びましたね。そうなんですよ。てかあれだよ。私去年切ったから、もともとはもっと長かった。だから、普通に戻った。です。お仕事してはね。仕事戻る。うん、バイバイ、ありがとう。来てくれて。久しぶりなや。久しぶりやな。ありがとう。今日、今年初めて蚊に刺されました。私、ずっと前からもう刺されてて、もう治ったよ。こう、神戸の時50メートル 6.6 の23歳のおっさん、俺覚えてるかな？覚えてるよ！ありがとうございます。来てください。また来てください。どこまで伸ばす？どうしよう。へそまで行ったら一旦切る。かもしんない。へそってやばくない？めちゃめちゃ長いやん。今日も絶好調だね。ありがとう。もう5人になれた？でもね、5人で会うのがね、そんなにまだないから、わかんない。学校って給食だの？給食だよ。私パン工場で仕事で和菓子やってるから結構美味しい。あ、そうなんだ。いいな、和菓子大好きなんだよね。意外とケーキ系よりも和菓子とか、あんこの和菓子とかの方が好きです。SR バトルじゃないのに星を投げたくなって、投げてください。痛かったです。シュリちゃんに誕生日プレゼント送りましたか？私まだ送ってないです。ツイッターで虹を蚊に間違えた人やで。ああ、なる、ありがとうございます。覚えてますよ。お寺だから和菓子めっちゃある。ああ、そうだよね。いいよねー。お菓子いっぱい。せんべいも好きですよ。メンバー多すぎてプレゼント送り始めたら気になさそう。私でもね、友達にね、あんまプレゼント渡したことないからね、みんな何が欲しいのかなっていうのがわからないから、あんまり送ってないです、私はね。なっつん誕生日配信やりますか？やれないかもしんないから今日やります。だから今日見納めですよ。13歳初めて、23だって、13歳最後です。滑舌よくて羨ましい。めっちゃ私滑舌悪いよ。ほら、滑舌言えないでしょ。なっつんは何が欲しいの？私何が欲しいんだろうね。ね、すっごい言われたの、いろんな人に。何が欲しいの、何が欲しいの、何が欲しいの、何が欲しいのって親戚とかに言われるんだけど、何が欲しいだろうって思って考えた時に、部屋を見るんですよ。うわ、汚ねえなと思って。ないでしょ、こんなのって思いながら考えてます。13歳最後のショールーム見れて俺は幸せだな。そうだよ、ありがとう。汚ねえ。かわいい、そんなことないっすよ。肩叩き剣はそんな凝ってねえわ。いつかなっちゃん、チャリティング？ごめん、横文字読めない。歯が綺麗、ありがとう。ね、でもこれ逆光で黄色く見えんってない？俺も滑舌悪いけど、ブラジル人のミラクルビラ配り言える。あ、そうなの。滑舌悪い人が言えるらしいの。ブラジル人のミラクルビラ配り。だから、そう。
だから私は滑舌悪いです。だからみんなでこう配信してった人でめちゃめちゃさ言えなかった人とかいるじゃん。その人は滑舌いいんですよ。なんか滑舌いい人がブーとかそういうなんかなんとかコロンみたいなのは綺麗に出ちゃうから、綺麗にコロンって出ちゃうから言えないらしいの。だから滑舌悪い人がブラジル人のミラクルビラクバレを言えるんです。13歳にして大人っぽいですね。この格好を見てそれを言います？アイリちゃん言えた。そう、アイリちゃんはね、だから滑舌悪いんじゃないですかね。それ本当、そうそう、ロンみたいな感じでね、出るらしいです。ちなみに私は炙りカルビ言えません。今言えてた？言えてないよね。炙りカルビだもんね。ん？合ってる？炙りカルビ。わかんない。炙りカルビ、炙りカルビ、みたいな感じです。巻き舌そう、ロー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 。これはあれですね。バイクです。ブルー。ツインだからまだ幼く見えるけど、顔だけ見たら超大人美人。マージありがとう。炙りケルビ。ゴンちゃん飲みましたか？飲んだことはありますよ。ウケる。本当にありがとう。イベントに芸能人を呼ぶ仕事してるんだけど。ありがとう、呼んで。ぜひ。下町アクセント。バイクのモノマネ、かわいい。そんなことないですよ。なずみちゃんのツインテールを見て推しになりました。本当ありがとう。なずみちゃんコメント拾いまくっててニヤニヤ止まんねえ。本当かい。そっちは毎日暑い。ああ、暑い時とさ、寒い時があるけど、今結構涼しいです。やっほー、やっほー。やっほー。神戸はやこちゃんの件ばっかり少なくてごめんね。いや、そんなことないですよ。また来てくださいね。バイ。やってほしい。何をやってほしいの？皆さん何をやってほしいのですか？もうクーラーに頼っちゃってる。そんなことないですよ。まだね、あれですよ、まだ普通に T シャツ着てるし、まだ開けてるだけだし、全然寒くない。少しも寒くないわじゃんて。全然暑くないです。ベテランの落語家さんのようで素敵です。ありがとうございます。冷房18度、それは寒すぎる。何、滝修行でもしてるんですか？ねえ、お坊さんだからね、滝修行かなんかしてるんでしょうか。言えなかったー。やこちゃんとあやちゃんの分も今回頑張ろう。頑張ろう。へい、頑張ろう。頑張ろう。メイク濃くする予定はない？あ、私今日濃い、ごめんね。いつも薄いかな、わかんない。今日濃いのかわかんないわ。かわいい、ありがとう。コメントが回ってこないじゃないですか。あ、もう気づけば900人切ってる。ありがとうございます。頑張ろう。ロン、現場応援に行きます。ありがとう。田舎どこ？田舎？田舎ってどこだろう。田舎ってどこだろう。どこのイメージがあるかってことかな、わかんない。観覧行きたいね。行きたいね。私も見たいね。観覧席で見たいね。フェス暑いから気をつけてね。ありがとう。今回リアルで見て投票できるように頑張るね。そう、私が投票できないのが Nothing。
喋り方がマジでツボ。ありがとう。最近アリちゃんとめっちゃ仲いいよね。二人の絡み好き。ありがとう。スキピー、ありがとう。ステージに立つ方。そう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 。帰宅なう。おかえりー。今一番聴いてる曲は何？今一番聴いてる曲？特にないなぁ。全部平等に聴いてる。この前のアベマすごかったね。すごかったね。私も見てましたよ。どこで見てたかは内緒。スキピーありがとう。わしもスキピーやで。テスト疲れありがとう。体育さん、体育祭出れたの？あ、出れたよ普通に。うん、最後出なかったけど。アリちゃんの握手はヤコちゃんとたくさんの思い出作ってねって言われたな。あ、そっか、そうだったね。そうなんだ、わかんねえ。わしもわしやで。うまい。でも座布団はあげない。テレ朝さんにいたんじゃないの？それはないじゃん。ラルーチェが戦う会に見に行きたい。いいね、見に来てね。今週のバトルの自信のほどは？頑張ります。はい、じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。次どこ戦だっけ？サムサムか。さあ、てかまたサムサムだよ。初戦はサムサムってなんか決まってる感があるね。短かったけど楽しかった。ありがとう。ありがとう。バイバイ。生放送緊張するね。そうだね。生放送はニコ生とこれ以外あんましないからね。あ、そう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 。今度あれだってよ。日テレで進撃の巨人やるんだって。私は見ます。皆さんもぜひ見てください。あの映画。日テレじゃねえわ。NHK か。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。私なん、アンガトだよ。あ、私はアンガト。アンガトや、アンガト。え、待って、林の匂いがする。早く食べるぞ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。